連日僕の芸人さんに関するニュースが上がってて、もうそれについて動画出してほしいと、まあ、僕としてもやっぱこれは動画出すしかないなということで今動画を撮ってます。で、真っ先にちょっと言わせてもらいたいのが、本当に僕は未熟でした。もう大人げなかったなとしか言えないなっていう感じです。いろんな理由があってあの動画出したんですけど、まあ、僕って怒ってる動画がめちゃくちゃバズるっていう習性があって、まあ正直それに甘えてたというか、それを利用しようみたいな気持ちもありましたし、正直別に言わなくても本当良かったことを言ってしまったっていうのは、やっぱ自分が認識が甘かったというか未熟だったからかなというふうに思うので、皆さんすいませんでした。で、その実際の当事者の芸人さんとももう完全に和解しまして、もうこれについてはもう何も言わないというふうに決めました。まあ、全部の日は僕にあると思うんで、その辺は全部僕のことを叩いてくれればいいかなというふうに思います。で、コメント欄とかでね、芸人さんたちに養分になったぞって言われるんですけど、実際のこと言うとこの動画多分収益で言ったら多分100万超えちゃうんですよね、これで。だから僕が思うに、まあ、養分になった人って僕のこと好きでもなくて、このニュースに巻き込まれちゃったアンチの人だけだと思うんですよね。まあ、冷静に振り返ってみると、本当大人げなかったし、まあ、自分の弱さだったし未熟だったなっていうふうに思います。あ、ちょっと忘れてました。思い出しました。僕のことネタにしてくださってたさらば青春の光さん、ぜひコラボお願いします。